今日のイカれた偉人は前田利家。信長や秀吉に仕えており、また五大老として豊臣政権を支えました。そんな利家、実は織田信長と恋仲関係にありました。しかし利家はその後松と結婚します。その頃信長は十阿弥という坊主と仲良くしておりました。そんな十阿弥は元恋人利家に、お前は所詮元彼、俺は殿とこんなことしちゃったんだよという自慢話を聞かされ、挙句の果てには利家が松からもらった大切な道具を隠してしまったのです。これには利家もブチギレ、十阿弥を切ろうとしますが信長に止められます。しかしその後も十阿弥の嫌がらせは続き、ついには信長の前で十阿弥を切ってしまうのです。これに信長はブチギレ、利家は貧困生活を送ることになりました。皆さん、誰かに嫌がらせをされたら、とりあえず記録に残していつでも使えるように温めておきましょう。ではまた。